私は統合失調症、感情障害、発達障害、境界性パーソナリティ障害を患いながら働いて一人暮らししていますが、年金がなくなりますか？心配です。これはまあ、その時の本人の病名というよりは、その社会適応の状況によって決まるので、まあ何とも言えないですけれど、まあここら辺は主治医の先生によく相談するのがいいと思いますよ。できるだけ多くね、社会福祉の力を借りれるなら借りたいですからね。はい、聞くといいと思います。